前の皆さん、こんにちは、佐藤です。はい、カメラマン、カールちゃんです。はい、よろしくお願いします。ということで、本日はですね、心斎橋商店街の、中にオープンされました、我らがって言ったら勝手に言うたらあかんな。そうです。まあ一応、まあ動画しか我らが、まあ我らがキャリーミーのですね、大阪店がなんとオープンいたしまして、はい、本日、時刻がですね、現在9時半か、オープン1時間前にですね、特別に僕らのためですよ、お店を開けていただいて、わざわざ、しかも僕らのために。おお、うん、貸し切りですか？プレオープンとかしちゃいますよ。え、マジで貸し切りよ。おお、素晴らしい、はい、キャリーミー大阪店オープンして1回も実は行ってないんですよ。あら、その理由ちょっと聞いてくれへん？え、なんでなんですか？俺ね、ほんまに3月の中旬ぐらいから、はい、ほんまに体調悪くてあ、なんか花粉症最近すごいじゃないですか、はいはい、花粉症で俺右目に物笑いできて、はい、目が痒くこすったりして、はい、ちょっとバイキン入っちゃって、はい、ボンカーンって腫れたんですよ。2、3日で治りました。あ、今全然普通でしょ。うん、全然普通。ほんでこの前仕事でね、はい、まあ、音楽関係の仕事で久しぶりにね、巨人くんと会ったんですよ。あ、はい、先週ぐらいかな、うん、何でか知らないんですけど、僕巨人くんと会う次の日、うん、今日病気もらうんですよ。先月物もらえたのが、あいつと会った次の日こっちじゃなくてきてブワーッと出てきて、勘弁してくれよっていう感じなんですけども、今日はね、キャリーミー大阪さんのね、はい、撮影僕らできるということで、はい、めちゃめちゃテンション上がっております、はいはい、今日の動画の最後にですね、はい、今回の、撮影を記念してキャリーミーさんから、特別なクーポンももらえるらしいんですよ。行きましょうか。はい、行きましょう。はい、ということで、はい、どないですか？いや、綺麗ですね。貸し切りやね。あ、もう嬉しい。やばない？嬉しい。YouTuber みたい。行きましょう。よし。はい。はいよ。はいはい、まあ、こんな感じで。もう早速、オープン前なんでね。はい。さっきちょっと綺麗にお掃除していただいてたんですけども、ざっとこんな感じで。ざっとこんな。1階とね、2階フロアになってて。そうなんですね。はい。まあ、まず1階からね、軽くご紹介ちょっとさせてもらいたいなと思うんですけども、はい、これ大体のリセールショップさんほとんどなんですけど、こう同じ新作のモデル数を積んで、はいはい、いろんなこうサイズ同意してますよって思うんですけど、うん、キャリーミーさんは種類が豊富ですね、うん、そうですね、圧倒的に、うん、なので全然僕知らないモデルとかもめちゃめちゃあるし、でもちろん、うん、まあ、パッと見た感じ、まあ、ナイキが、まあ、ほとんどやと思うんですけど、うん、アディダスも結構あるなと。そうですね、ありますね。はい、いうような印象になってて、まずね、これちょっと見てください。いや、ここ目の前これやで。そうっす、うん、入った瞬間からね、持って帰ろうかな、これ。いや、やめなさい。そうそう、あかんなって言うだからな。そういう助長になるようなこと言うだから。いや、あかんかんかん。まあ、リーバイス、これね、はい、ジョダンホですね。はい、ジョダンホ、これあれか、左側やから、あのリーバイスタブがついてない方ですね、うん、はい。まあ、これ R タブとかリーバイスタブとか、まあ、いろいろあるんですけど、もう持ってますわ、僕。持ってるんや。はい、あの初代の青のデニムのやつがあるんですけど、はい、それの、まあ、第2弾でこの、黒と白と同時リリースみたいな感じで、その時はね、あのシュプリームでね、よくいらっしゃるあのボンズのセキュリティの方含めた、なんかあの先着販売だったんですけども、ネットでね、事前先着販売みたいなのあって、そのチケット持ってる人だけ買えるみたいな感じだったんですけど、まあ、それこれ僕運用を変えて、まあ、持ってますが、まあ、こういう、これ何年前、5、6年ぐらい前かな、のモデルがもう目の前に、まあ、置いてあると、うん、あとはですね、まあ、いろいろ、ジョーダーマンのね、モデル、あとユニオンですね。あ、ユニオンもね、まあ、ユニオンのジョーダーマン、これも懐かしいな。これももう6、7年前ちゃうかな、初代ユニオンですね、はい、青と赤とあるんですけど、うん、僕こっち赤の方が好きや、うん、シュプリームダンクですね、はい、青、これはロカットのロカットですね、はい、2年ぐらい前に出た、モデルです。あとトラビスのね、マックスなんかもあったりしますが、ファンスミスのこれレイプですね。へえ、こんなんあるんですね。これ30周年なのかな、こんなんがあったりとか、うん、はい、こっちもそうですね。あ、ほんまやね、うん、あ、ほんでね、こんな感じでちょっとタグがキャリーミーさんオリジナルのタグな、あ、ほんまや、はい、3万2000円ですね。そして、あ、カルチャーディーダーズ、そうですね、これは触れないわけにはいかないでしょう。これ、はい、何ですか、言ってください。トロフィールームですね。トロフィールーム、はい、これ欲しいですね。まあ全然買えなかったからね。でもこれは全然可愛くないわ。うわお、やこれカオちゃんの1ヶ月の給料全部、おい、言い過ぎやわ。あ、そうか、バカにすんなよ。もうちょっと高い。バカ、もうちょい高い。あ、ほんま、もうプラス、うん、うん、ちょっとやな。俺カオルちゃんあれやで、はい、俺の1ヶ月の給料これより下やからな。心配になるわ。お前心配、俺今給料明細にしたのか。いや、俺嘘やと思ってるやん。いや、嘘やと思ってるよ、ほんまやで。G の方にくれる？いや、あげるか、やるか、死んでも。25日な、はい、3月の25日月曜日に振り込まれた金額な、はい、一番上な、はい、行くで。え、嘘、マジで言うてんの？お前やって、だから何の話やねん。何の話やねん。
はい、心配が勝つわ。ありますけど、はい、ういう、はい、あとアディダスでね、はいろいろ置いておりますが、こちら壁どんな続きなんで圧巻ですね、ここまでになると。いやそうですね、結構ここはロー、うんうん、ローばっかりですね。そうですね、はい、ランクやったり、うん、ローワンのローやったり。なんかカオリちゃん気になるモデルある？そうですね、いやちょっとね、これ可愛いなと思って。これウサギのダンクス、あのね、去年のウサギ年の時に出たやつ、はい、そうなんや。去年のウサギ年やった、可愛いと、うんうん、これウサギ年限定やわ。あ、じゃあ無理やわ。カオルちゃんないどしよ。僕トラ同士です。僕トラ描いてんやん、お前。全部台無しにするやん。なんで、描いたらあかんやん。ああ、そうか。耳半分じゃん。ええ、そういう問題じゃない。何そのカスタムダッサい。なんでよ、あやってモケモケもこれ、一個一個描いたんじゃん。タイガースカラーに塗る。だから白なよ。いや、もったいないって。いくらすんのか知らんけど、もったいないって。あ、そっか。一応見とく。おいくら？これはでも、俺の1ヶ月の給料で買えるわ。ああ、じゃあ安心した。これぐらい。おお。っていうことは俺の給料いくらぐらいか分かってきたじゃん。そう。それ公開すんのこの動画。まあいいんちゃう別に。まあいいか。おお、恥ずかしいもんちゃうしな。はいはい。これはなんやろ。これなんかちょっとあれっすね。セルティックスカラーっぽいですね、うん。昔のジョーダン1の。あ、でもなんか星とは書いてます。なんのなんかあれなんかな。宝くじモチーフの。はい、宝くじ。っていうやつです。あ、スクラッチ。削るところとか削ると柄が出てきます。俺並んで買ったけども、あ、これ結構リーズナブルやで。あ、ほんまや。だいぶ僕がこれ買った時ってすごい高かったんですよ、うん、でなんか割と定期的に、うん、今はもうリストックとかしてるみたいなんで、だいぶ値段落ち着いてるみたいなんですけど、うん、数があるね。 2,3 年ぐらい前の感覚で考えたら全然買えるんちゃうかな、うん、もっと高かったようなイメージあったんで、まあこの辺はもう定番ですね、うん、履いてるなんかアーティストとかめっちゃ多いな。めっちゃいますね、うん、ちょっとその本見たことない盲点がこれね。これは北斎っていうの、はいはい、あ、なんか和柄、和柄ね、うん、ほら、うん、これ見えるかな。そう、これはね、これ出た当時そんなに多分人気なかったんですよ。うん、でほんまにかなり前の話なんですけど、アンプレットとかでこうあったんじゃん。もう今結構ねリセールショップとかでもいい値段ついてるんですけど、うん、これちょっとメッシュやん。そう、ほらでも見かけることないですね。ないないない、履いてみたことも見えちゃうかな、本棚もあるという。はい、まあ、ここがざっくり、はい、はい、この辺からちょっとイージーとか、350置いてますね。あ、これこれかな、ゼブラかな。これはゼブラかな。僕ね、アディダス履いてるイメージないでしょ。はい、ないです。これ持ってました。持ってんねや。これアディダスのそのイージーのこの350出っ放の時に、うん、めちゃめちゃこれプレミアついたんですよ、うん、350で20万とか30万とか、すごい金額ついて、僕はその再半分で買えたんですけど、うん、プレネで買ったわけではないです。そうそう、定価で買えて、うん、よくでアディダス好きなカニエ好きな友達がいたんで、うん、それ欲しいって言って、でこれ結構サイズちっちゃいんですよ、うん、で僕29かなんかで買ったんですけど、サイズ入らなかったんで、1センチくらいあげないと結構これちっちゃくて、はい、もうなのであげちゃいましたけど、はい、こちら26.5、67,000円ですね、うんうん、はい、まあまあそんな感じで、まあいろいろアディダスも置いて、うん、でこっちちょっと奥行きましょうか。はいよ。ギターバーという紹介します。まあここレジですね。はい、はい、正面で学割があるそうです。学割あるらしいですね。スニーカーに学割なんてあるんです ねすごいな。お、大好物コーナーですね。これはあ、こちら頼みますね。はい、28でこの値段やったら割といいかもしれない。お、いい、うん、お手頃やと思う、うん、去年出たジョーダン1の中で俺多分一番好きかもしれない。あ、なんか最近さ、ちょっと斬新なカラーっていうかさ、なんかこう組み合わせがさ、うん、結構ガチャガチャしてるやつ多いような、うん、ああ、はいはいはい、クロス牛でなんか青に黄色とかさ、うん、なんか結構ガチャガチャしたようなイメージなんですよ、このやっぱ2と、うん、俺こっちより好きかもしれない。これモカやったっけ。え、モカ俺こっちより好き。あ、そうなんや。なんかジョーダン1って、あ、まあいわゆるこれツマクロじゃないですか。はい、ツマクロの感じやけど、この2となんかロイヤルとか、うん、これロイヤルやな。ダークマリナブル。あ、ダークマリナブルか。うん、ロイヤルは、あ、上、スエードのやつですけど、まあ、ロイヤルがあったりとか、あとは、まあ、ブレッド、これですね。ブレッドね。はい。こういうカラーリングが好きなんですよ。なるほど。そう。だから、いや、一緒やん。一緒ですね、パターン。うん。カラーパターン一緒ですね。うん、結構、パロミノ好きで。うわ、でも、モカが。うわ、すげえ。いつか欲しい。パロミノって今、こんなんなんや。あ、モカね。もう、あ、そうそう、モカモカ。まあ、さ、結局こうジョーダン1ってさ、はい、ここ買ってな、これちょっと1年ぐらい置いといて、うん、ほんでから履くとね、うん、これもさ、発売した当初履いてる人めっちゃ多かったけど、今あんまり見えへん。そうですね、確かに。見てないやろ、うん、見てない見てない。だからこういうのは結構ね、1年ぐらい買って置いといて履くと結構、うん、
買えるかもしれないですね。かといってまあ1年後に買ったら誰も履いてない時に買うとこういうのやっぱりね、やっぱ上がってますよ、こんな感じになるから ね、うん、はい、これダークマリノブルですね、さっき言ったね、はい、ダークマリノブル、めっちゃお得やん、お2万9000円やと、めっちゃお得やん、うん、この辺のモデルとかはね、もう言ったら2年前ぐらいのモデル、そうですね、2年前ぐらいかな、今とやっぱり比べると全然やっぱ物がいいんで、うん、こういうの結構買う方がお手頃かも、そうですね、お手頃っていうか、なんかお得感がありますよね、なんかその最近の出てすぐのモデル、うん、入り口前にあったあのトロフィールームとか、うん、俺あんなん買うより全然こんなん買った方がいいんちゃうかとか思うけどね、うん、おスパイダーマン、あスパイダーマン、これカオルちゃんじゃないですか、はい、マーベル好き、マーベル好きちゃんと持ってるし、はい、これ評価してください、あでも今もうそんなもんなってるんですね、もっと安かったと思う、私は、いやそうですよ、はい、はい、シカゴ、シカゴね、シカゴが27,000円、あこれも結構お得なんちゃうか、うんうん、しかも今めちゃめちゃ値段上がってるんですね、上がってますね、まああとはトラビスとかも、トラビス、はい、上にあれですね、ホワイトシカゴがデートフラグメントですね、フラグメントトラビスも、置いてあったりとか、あとはまあこの辺もダンクですね、ダンクとまあフォーバーですね、下ね、あほんまや、めちゃめちゃ紹介するスニーカーあるな、うん、だから種類が多いということなんですよね、これでっけ、これ31ぐらいあるじゃん、30円、おお、あこれでも安いで、何倍とか5万って思うやん、うん、めっちゃ安い、46,000、安いよな、うん、安い、これ俺リーマジンのシリーズで一番好きだもん、過去のモデルの中でいいですよね、うん、めちゃくちゃいい、うん、なんかあのケバケバ感があんまないじゃないですか、うん、あのリーマジンの特有の、まあほんならリーマジン の定義ってなんやねんみたいな話になってくるんですけども、うん、はい、ほんならちょっと上行ってみましょうか、上行ってみますか、上行ってみましょうか、おお、え、やばい、上もやばいって、ちょっと待って、めっちゃええなんで、今日の動画長なるわ、今日ほんまや長なるわ、ほんならちょっとこっちから行こう、長なるわ、長いで、ね、今日全部紹介しないと、あストレンジラブ、ストレンジラブね、あこれも結構どうなんやろ、もう分かれへんわ、18万5000円、うわもうね、やっぱこの辺のモデルはもうやっぱ数がやっぱり今とも日にならないんで、ネットでリセールショップで買うよりは、うん、店舗で買った方が安心かもしれないですね、うん、そうですね、結局こんなんてスニーカーなんでやっぱりその加水分解とか、うん、やっぱりその個体差でちょっとその色合いとか、うん、劣化とかっていうのもあるんですけど、うん、そんなん言うたらもう博打じゃないですかね、そうですね、でもこういうところで買うことに関しては言ったら状態も見れる、うん、であの昔のモデルに関してはやっぱもう相場がほぼないような状態なんで、うん、ご自身でその値段に関して納得できるんやったら僕はこういう店で買った方がもう正直いいかもしれない、そうですよね、新しいのは全然ええけどな、うん、買いがねどこでもあるからあれやけども、こんなんはないからやっぱ物触って買いたいってなりますよね、僕もそっち派なんで、ネットの買い物はあんまりしない派なんで、僕はこれちゃんもそうやね、基本的にな、はい、続いてトラビスしましたね、これもそんなに悪くないんでね、いきますよ、29万、おうおうおう、うん、まあ、ちょっと、うん、今のネット相場よりは気持ち高い、あでも手数料によってはそんな変わらんかもしれん、そうなんですよね、うん、結局なんかみんなあのネットのやつので見てどうって言うけど、うん、結局手数料とか送料とか考えたら、うん、いやね、変われへんと思う、変われへんと思うんですよ、うん、こっちはただやばいっすね、もうここやばい、撮影1時間言われてるのにもう30分だと分かるから、もう1回だけもう全然全然足りへんじゃん、はい、そんな感じで、ね、こちらですね、これカウズかな、カウズですね、もう分かれへんな、54万、ああこんな感じで、ね、初めて触ったわ、いやそう、これね触れるってこの辺触れるのやばいでしょ、いやこんなんもう触れるのがやばい、うん、ディオール、こんなガラスケースもんすからね、そうですよ、これ何倍だろう、160、すごいな、165万、うわそんな多分高くないんちゃうんかな、うん、ちょっとこれ初めて触るわ、そうこれ触れんのやばい、120万、120万、かおりちゃんどっちがいい、何ですか、もう金額関係なしで、はい、デザインで買うならこのルイ・ヴィトンとこのディオールどっちがいい、あーなるほどね、うわー、いやディオールで、あディオール、ーこれほんまにマジで金額関係なしだとこのルイ・ヴィトン欲しい、ルイビトンの赤、うわ覚えた、いやこれもえぐい、はいこれ何個でしょう、うわこれ分からんな、これは安いと思った俺、187万、安いよ、うん、やっぱ手数料とかももろもろ考えたらそんな変われへん、うん、ちょっとティファニーだけど、あティファニーね、ティファニーちょっとこれでかいな、ティファニー29センチ、はい何個でしょう、30 27万5000円、おー、はいシュプリームのボックスロー、この辺もちゃんとあるし、カラーすごいいっぱい、
今まだシュプリームのボックスローも品質が変わってるらしいんですよ、分厚さとか、うん、こう年代でこう触って選べるっていうのも、うん、いいですね。この厚みがいいから22年生規とか、はいはいはい、これ何？あ、ラボ5の黒か。俺これのあれよ持ってるやん。何倍だ？じゃあ75,000円ぐらい。おお、49,000円。ああ、安いね。俺の持ってるやつここ同じ極め方してるわ。ああ、そうなんや。これかっこええな。はい、マシ見てみた。マックス。マックス。新作85,000円。おお。そんなすんねや。お、ジョーダン5。これは何？え、これめっちゃかっこええやん。ちょっと前に出たやつですよ。これ？え、うん、俺全然知らんねんけど。これめっちゃかっこええやん。シャドウ、シャドウみたいな。ああ。こんなん出てたんや。そうそうそう。教えてよ。え、じゃあスニーカー YouTuber やろ。おー、これかっこいいよな。かっこいい、かっこいい。チェスイで33,000円。33,000円なんよ、へえ。もう普通にスニーカー買いに行く感じで買えるやん、この辺とかやったら。はい、あと11チェリー、チェリー、37,500円、うん、この辺も結構いい値段ですね。お、これはナイン、何やったっけな、これ名前忘れた、ウィンライク82や。これもかなり前のやつで、うわ、これこんなにあって7万って。7万家もやっぱ高なんねんな。はい、こちら。これも新しいやつですね。新しいやつですね。パーマインのなんか黄色みたいな。35,000円ですね。おお、13あるやん。ウィートかな。13はでもあれやね、1足しかないな。これのね、はい、オリジナルじゃなくて、うん、このレザーパターン、うん、オリジナルってメッシュなんですけど、はい、レザーパターンのやつのブレッドがあって、欲しいんですよね。スニーカーコンあれ履いていこうかなと思ってんだけど、プレイオフ。あ、プレイオフね。一時期もうずっと履いてましたね。もう履きすぎてシワでぐちゃぐちゃなんですよ。おっ、ウェイブのなんかめっちゃおしゃれなやつあるやん。何これ、ニューバランスやん。へぇ、こんなのあるやん。あ、すごいね、うん、おしゃれやな。おめっちゃええやん、このグレー。あ、ほんまや。え、めっちゃ欲しいんやけど、普通に47,000円。990のニューバランス、はい、37,000円。まあ上は基本的にはハイプなモデルと、あとはまあちょっとその違うナイキ以外のメーカー、うん、はい、ナイキに関しては結構まあもうエグいやつ、エグいやつ、はい、まあざっくりそんな感じかな。店内じっくりご紹介させてもらったんちゃいます？そうですね、スラムダンク、スラムダンク185,000。すげえ、やばっ、やらせちゃうからね、みんな。おやっぱ楽しいな。いいですね。いや、ほんま、1時間がっつり見てたからね。えっくいもんな。これ見るだけでもほんま言ってた通り。うん。こんなんもう基本的に、これの辺もそうですけど。キスポーツは。キスポーツとかも。そうやけど。こんなん、ショーケースに入っとかなあかんからね、本来ね。ほんまやで。ねえ。あと、めっちゃ個人的なあれやけど、はい、これめっちゃ欲しいね。プレストのオフホワイト。これ初代オフホワイトのプレストやねんけど。はい。これブルーノマーズが当時履いてて。おいくらで？今。これ今？値段？はい。何ぐらいやろ、14万ぐらいじゃん。答えは26万。カオルちゃん考えられへんかもしれへんけど、はい、これザテンがね、これ発売した時、はい、これまあプレーについたんですけど、当時初っ端で、ね、はい、出っ端でいくらやったと思う？いや、30ぐらいを超えとかなあかんでしょ。聞いてびっくりするね、うん、10万。マジで？せやこれ当時10万ぐらいやね。買うやん、そんな。へぇ、今だともこれ言ったらもう100万近くするわけじゃないですか、うん。そのプレネのその値幅っていうか、うん、もうそのここ4、5年でドカーンって上がってるんで、10万でもみんな返し取ってたから、当時はプレネに対して、もう今これ10万やったら買うやろよ、ね、うん、メタ冗談入るからパーンってなあ、5万とかで金で買うやんか、うん、昔はそんなんやった。なんかそういうこうね、今回ちょっと軽くね、その値段の部分もご紹介させてもらいましたけど、こう時代背景っていうか、うん、ジェネレーションのこう自分がこれぐらいのこうプレネのこの相場感で生きてたみたいな、うん、今は全然また違うんで、うん、なんかそういうのもこう値段を見ながら楽しめるのもいいんちゃうかなって、うん、なんか最近ほんまにやらしいとこやったら、これ値段も書いてないんですよ。バーコードで読み込んで、はい、直で値段変わるみたいな感じなんですけど、これ書いてくれてるは見やすいですよね、うん、そうですね。なんでそういう意味ではまあお店もそうですし、綺麗やし見やすいし、値、うん、札がついてるっていうところは結構今の時代にとっては、うん、非常に見やすいしありがたいちゃうかなと、うん、はい、思いました。まあそんな感じですね、今日はね、キャリーミー大阪店さん、ご紹介させてもらったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。今回皆さんにですね、はい、お得なクーポン券配布いたします。イエイ。
ですね、キャリーミーさんに無理言うてね、ちょっとクーポンやらせていただくんですけども、その辺のね、詳細に関してはですね、この後ご紹介ちょっとさせていただくんで、まあ、とにかく、キャリーミーさんね、今回がっつりご紹介させていただいたんですけども、はい、基本的には10、お昼の11時から、11時から、オープンなさってるみたいなので、ぜひね、あの、心斎橋筋、まあ、この辺とかやったら、まあ、キャッパーのホームゲームさんとか、うん、アートモスさん、ABC マートさんとかね、まあ、並びに大きくあるんで、あとはニューエラーショップのね、直営店さんとかもあるんで、まあ、この辺来た際はぜひね、あの、キャリーミーさん寄っていただいて、なんかフラッとね、まあ、スニーカー、まあ、買いに来るのもよしやと思いますし、なんかこう博物館的にね、結構昔のモデルはね、うんうん、あの割と大きい店なのに、そのね、多いやん、最近、うん、こう最新のモデルばっかり置いてるっていうお店多いですけども、なんかそういう感じでもないんで、うん、なんかいろいろ比較もできるし、面白いんじゃないのかな。そうですね、はい、思います、はい。とりあえず一回出ましょうか、はい。そうですね、もうオープン時間になりますね。一回ちょっと出ましょう。はい。はい、はい、ということで、はい、じゃあ。どうでしたか。いやーもうなんかすごいもん見すぎて、いろいろすごかった。うん、よかった。せ皆さん、いやさ、綺麗とか、うん、お店が大きいとか、なんか良かったねとか、行きたいなって思う気持ちになる一言。ダイナマイトやったの。ダイナマイトね。ダイナマイトやったね。今、まあ、破壊力ありましたね。破壊力、ね、何もかもが。擬音で言うならバッキューンって感じ。いや、分からんって。みんなが行きたがるで。まあまあ確かに、酒飲む何言うてんやろで行く人はいると。キャリーミーバッキューンってなったよ。さあ、まあまあ、なった。何言うてんやこいつは。なれへん。ああ、なった。ということで、最後ね、動画終盤にねご紹介ちょっとさせてもらったキャリーミーのクーポン、うん、こちらについてね、ご紹介ちょっとさせていただきたいなと思うんですけども、まずはですね、まあちょっと2つあるんですけど、キャリーミーさんの、アプリ、うん、iPhone とかあの Android 入れるあのアプリですね、ショップアプリ、うん、こちらを新規会員登録していただいた皆さんに、はい、1000円クーポンご用意いたしました。そしてキャリーミー登録してるよな。してます。いや、そんなんいらんわ。新規会員登録してるわ。うわ、もうしてますよ。でも見てる人ほとんどそうやと思うんですよ。そんなん思わないで。え、でもクーポンいただけるんですか、我々は。もうもちろん。お、なんと招待コード、はい、崎山翼と入力していただきますと、うん、さらに2000円クーポン取得可能になっております。イエーイ。これもカオルちゃんのも全部いける。そうですね、僕も、もう元々持ってる人でも大丈夫っていう。登録してる人もみんな2000円で、新規会員登録の人は1000円クーポンあと2000円クーポン、こちらがどちらも、取得可能となっております。3000円もだから3000円もですよね。まあ、あの1000円と2000円分けてますけどね、はい。これは、崎山翼は漢字ですか。感じです。感じで、あ、ここに載せてる。あ、載せときましょう。これほんで崎山翼アホとか入れたらこれも手数料2倍になります。あ、だから、ね、あの皆さんちょっと我慢してくださいね、その気持ち。ダイナマイトとか入れたらあの手数料爆発するから気づいてや。崎山翼金ないとか。それも、まあ、あの手数料バッキュン、手数料増し、バッキュン。あかん意味のバッキュンするからな。ということで、本日ですね、キャリーミー大阪店さんご協力のもと、キャリーミー大阪店の店内をですねじっくり濃厚なご紹介させていただきましたということで、ちょっと最後お宣伝になるんですけども、今月はですね4月の27、28日はですね、福岡の方で開催される、スリーガコン福岡、こちらの方にですね L ジャパン私崎山翼ですね、出演させていただくことが決定しております。イエイイエイ。ということでカオルちゃんもね、はい、一緒に福岡行きますけども、行きましょう。ポロポロのエブリーでな、しんどそうやん。しんどいやろうな。しんどいよ。名古屋とは日になれへん距離になるんですけども、こちら我々もね出店させていただきますので、はい、ぜひね遊びに来ていただきたいのと、あとはですね、そちらの会場でですねちょっともう先出しになっちゃったんですけど、 L ジャパンのエクスクルーシブモデルになります、こちら、アニマルパックのデトロイトタイガース、こちらがですねリリースされますんで、こちらも、チェックしていただきたいなと。シルバー通称ホワイトタイガーです。これデトロイトタイガースなんですよ。猫ちゃんって感じだろ。猫ちゃん。そう、ちょっと可愛いロゴが欲しくて、うん、でこれはもう昔のデトロイトタイガースのロゴなんですけど、うん、まあ、こちらを、リリースさせていただくので、アンダーバイザーシルバー、画面やったら分からへんな。そうですね、あのあれですかね、ティファニーの時のシルバー、ね、あ、そう、ティファニーの時のシルバーと全く一緒ね。あ、持ってる方はそれでイメージしてもらえればね。そうですね、あのもともとですね海外のあのニューエラショップでこのデトロイトタイガースのこのロゴを使われたキャップが昔出てて、めっちゃ欲しかったんですけど、それも速乾で売り切れたんですよ。はいはい。で今回 L ジャパンの方でちょっとエクスクルーシブでアニュアルパックとしてちょっと出したいなと思って、うん、ちょっと多分仕様は昔のやつとちょっと違うんですけど、まあ、これはもう完全に L ジャパンのエクスクルーシブのもう
全部シルバー、うん、これ結構まあ今回のこだわりポイントなんですけど、通称ホワイトタイガー、こちらもリリースさせていただきまして、あとですねアパレルの方はですね新作、春夏アイテムがですね、随時出てきますんで、そちらの方も、チェックしていただきたいんですけども、詳しい詳細に関しましてはね、下のインスタグラムの方フォローしていただくとですね、詳しいことを載せておりますので、ぜひねこちらの方フォローしていただいてチェックしていただければなと思います。ということで皆さんで、ね、また次回の動画でお会いしたいなと思います。皆さんありがとうございました。